はい、皆さんこんにちは。教養学部の副学部長をやっております藤垣と申します。東京大学は大学院が所属のメインになっていますので、この上にある総合文化研究科というところの副研究科長が正式な名称なんですけれども、副研究科長と副学部長と両方を務めております。今日は教養学部についてのご説明をします。まず教養学部には2つの顔があるというところから始めたいと思います。1つ目の顔は、東京大学に入学しますと、理科1類、理科2類、理科3類、文化1類、文化2類、文化3類という形で入ってきますので、前期課程という教育プロセスがある。1学年3000人いますけれども、その前期課程 1,2 年生の教育をすべて受け持っているのが教養学部です。でもう一つの顔がございまして、それが教養学部後期課程というものです。つまり理学部とか工学部とか法学部とか、そういう名前のところに進学するだけではなくて、教養学部の中にも 3,4 年生の進学する非常に学際的ないくつかの学科がある。これが2つ目の顔です。今日はその2つ両方ともご紹介したいと思います。今申し上げた東京大学の特徴ですけれども、大学院が一番上にあるんですが、2層学部があります。下の段から入学しますと、学部前期課程 1,2 年生は教養学部というところで学びます。そして2年の夏休み、今頃ですね、進学選択というのがありまして、後期の学部を選びます。学部後期課程真ん中の列のところをご覧ください。そこに教育学部とか理学部、法学部、文学部、工学部、10個学部があるんですけれども、そういうところに進学していきます。そしてそこで4年生で、就職していく人もいますし、その上にある大学院に進学する人もいます。教育学部の上には総合文化研究科という大学院がありまして、理学部の上には理学系研究科があり、法学部の上には法学政治学研究科というのがあって、文学部の上には人文社会系研究科っていうような形の大学院がついています。ですので、入学試験があった後、4月に入学してきますと、まず1学年3000人、約3000人の方々は学部の前期課程というところで教養学部の授業を受けます。でその後また10個の学部に分かれて勉強を続けることになっています。今申し上げたことをもう少し先ほどの図の下の2層に注目して作った図がこれになります。文化1類、文化2類、文化3類と、類で来るんですけれども、入ってきますが、文1の人のかなりの部分は法学部に行きますが、文学部に行く人もいるし、教養学部に行く人もいます。文化2類からは主に経済学部に行きますけれども、他の学部にも行けますと。文化3類から文学部、教養学部、他にもいろんなところに行きますと、そういうような形になっています。でこういう2層の学部の教育体制というのを取ってまして、その間にあるのが進学選択というものです。ついこの間まではこれを進学振り分け、進振りと呼んでおりました。私が10年前に入学した時も進振りと呼ばれていましたけれども、今は進学選択と呼んでいます。でそのやり方についても東京大学の中でいろんな議論を経て、なるべく皆さんの特性であるとか、皆さんの思考であるとか、動機づけ、そういうものに合うような形で次の進学先が選べるようになっています。それで、皆さん今日ここで教養学部の説明にいらしたわけですけれども、教養学部っていう学部を持っているのは国立大学法人の中では東京大学だけです。ですので、教養とは何かっていうことを必ず議論しなくてはいけません。で私自身がその
副学部長として全国の53ぐらいある国立大学法人の共通教育教養教育組織実施組織会議というのが出るわけですけれども、そうしますとどんな大学においても教養教育をどうすべきかということは必死になって、まあ、真剣に議論しているわけですね。でその53大学の中で唯一教養学部を持つ東大としては教養とはこういうものであるということを常に議論しておりますので、それをご紹介したいと思います。まず広辞苑を引く、何か言葉わからない言葉があったら辞書を引けと、まあ、先生から高校でも先生から習ってると思いますけど、広辞苑を引くとこれが出てきます。1番教え育てること、まあそうですね、教え育てることは教養の一つ、2つ目単なる学識多識とは異なり、これどういう意味かというと知識がたくさんあればいいっていうわけではないという意味です。そして一定の文化理念を体得し、なんか文化理念って言葉が出てきますね。それによって個人が身につけた創造的な理解力や知識のことを指しますと。その内容は時代や民族の文化理念の変遷によって異なると書いてあります。でこれが広辞苑の定義です。で語源として必ず広辞苑には載ってるんですけれども、英語で言えばカルチャー、フランス語でもキュルチュールです。ドイツ語のビルドゥングスというのが上がっています。つまり、教養って概念はどうもカルチャー、つまり私たち英語を習うときカルチャーっていうとまず最初に文化って訳しますけれども、文化っていう概念と非常に近いところにあるということが分かります。でこの定義の中でも一定の文化理念っていう言葉が入ってますので、どうも教養ってことを考えるときには文化っていうことを考えなければいけないというのが分かるかと思います。つまりカルチャーっていう言葉を訳すとき、私たちは文化と、まあ、すぐ行きますけれども、まあ、教養っていう言葉もあるわけですね。つまりカルチャーという一つの言葉から、日本語は、文化っていう言葉と教養っていう、訳語と二つが生まれたということが分かります。でどうしてこうなってるのか、もう少し語源を調べますと、カルチャーの語源はラテン語のコレールというもので、これはもともと土地を耕すっていう意味だったと。で土地を耕すっていうのはまあ分かりますね。何か農産物を作るときには硬い土ではダメで、それを柔らかくして、まあ良い食物が実るように耕さないといけない。それと同じように心もですね、耕さないといけない。いろんな学問分野で、立派な実をつけるためにはその土台となるような心をまず耕す必要があると、それが教養の語源です。ですから文化もそうですね、いろんな、学術的なアウトプットが出るためには文化の土台がきちんと耕されてないといけない。同じように、きちんとした学術成果が出るためには、教養っていうものが耕されてないといけない、そういう意味を持っているわけです。でここまで考えた後に、教養学部っていうのを作った人々の言葉を見てみます。この、私のお話が始まる前に東京大学の歴史のビデオが流れていましたけれども、まあ、そこでも登場していた方々の言葉を引いてみます。まず上に書いてあるのは柳井原先生という教養学部の初代の学部長です。ここっていうのは教養学部です。教養学部で部分的専門的な知識の基礎である一般教養を身につけ、人間として偏らない知識を持ち、またどこまでも伸びていく真理探究の精神を植え付けなければならない。その精神こそ教養学部の命である、生命であると書いてあります。つまり真理探究の精神のための土台を耕す、それが教養学部ですよという意味です。続きましてその下に書いてある南原先生、戦後の初代総長です。教養の目指すところは諸々の科学の部門を結びつける目的や価値の共通性についてであり、中略です。我々の日常生活において
我々の思意と行動を導くものは必ずしも専門的知識や研究の成果ではなく、むしろそのような一般教養によるものであると。つまり何らかの意思決定をしなきゃいけない、日常生活で何かしなきゃいけないことってあるわけですね。例えば皆さんが大きくなって子供を持って、その子に予防接種を受けさせるかどうかとかですね、リスクと隣り合わせだけど、その病気にかかるリスクとかですね、予防接種を受けることによるリスクとかですね、いろんなことを考えなければいけない。そして意思決定をする、そのような、いろんな場面で、選ばなくてはいけないんですけれども、そういう行動の指針になるのは教養だという言い方をしています。つまり、南原先生の定義では、行動指針の、土台を耕すのが教養ですという意味になっているかと思います。ですので、ずっと繰り返していますが、何らかの心理探求をするとか、あるいは日々の市民としての生活がある、その土台を耕すのが教養ということです。では東京大学、戦後からまた70年経っているわけですけれども、国立大学法人になった時に東京大学憲章というものを作りました。そこで教養というのがどういうふうに表現されているのかを見ていきます。東京大学憲章の中の一文です。東京大学は学部教育において幅広いリベラルアーツ教育を基礎とし、多様な専門教育と有機的に結合する柔軟なシステムを実現し、かつそのたゆまぬ改善に努めると書いてあります。でここで使われているのは教養という、日本語の2文字ではなく、リベラルアーツというカタカナ語なんですね。で、なぜこのリベラルアーツを使ったかっていうのには、理由があるわけですけれども、その理由になる前に、教養の語源として3種類のものを挙げておきます。1つ目が、古代ギリシャを源流として持つアルテスリベラレスで、これの英訳がリベラルアーツです。これは人間が自由になるために必要な学問と言われています。もう一つがビルドゥングスで、先ほどの広辞苑に出てきた定義そのものです。近代ドイツで近代国家を作り上げるために人格を磨かなければいけないという文脈から出てきました。もう一つがリベラルエデュケーションという概念で、20世紀の米国で出てきた概念です。専門教育と対峙される形の概念なんです。でも今日はここでこの3つの歴史に入ることはしません。これだけで何十分と時間がかかってしまいますので、皆さんの頭の中に留めておいていただきたいのは、教養と2文字で日本語で言い表されているものには、少なくとも世界では3種類ぐらい歴史があって、一つはギリシャ、二つ目は近代ドイツ、そして20世紀米国のものがあるけれども、東京大学ではこの古代ギリシャを源流とするリベラルアーツという言葉を用いているということです。はい、じゃあリベラルアーツとは何でしょうか。単なる一般教養の同義語ではありませんと。これもともとはですね、人間が奴隷ではなくって自立した存在であるために必要とされる学問を意味していましたと。でも今奴隷制なんかないじゃないと、今の人間は自由でしょというかもしれません。でも実は私たちにはいろんな制約が課されています。例えば日本語でしゃべるっていうのは一つの制約です。でこの制約から自由にならないと、世界の人たちが日本語とは違う言語を使ってどういう思考をし、どういうことをコミュニケーションしているのか知ることができません。あるいはこれから皆さんは一つの専門分野を選ぶわけですけれども、一つの専門分野のプロになると同時にですね、他の分野のことを聞く耳を持たないと非常に不自由な人間になってしまいます。ですのでさまざまな拘束とか制約から解き放って自由にするための、自分を自由にするための知識とか技芸がリベラルアーツだと思ってください。はい、以上が理念的な話で、眠くなってきた人もいるかもしれませんが、これから具体的な話をします。つまり、1、2年生として教養学部に、東京大学教養学部に入ってきた学生さんにリベラルアーツ教育をまずどうやってるかっていう話なんですね。
何の限界から自由になるのと、まず知識の限界から自由になる、それから経験の限界から自由になる、高校生まで18歳まで積んできた経験の中にはやっぱり限りがあると、そこから自由になる、それから思考の限界から自由になる、高校生までの勉強はもちろん知的な基礎体力として重要ですけれども、それでもそこまでではある種の限界がある、そこを自由に解き放つためのいくつかの少年時教育であるとかアクティブラーニングがあります。そして最後の領域の自由、限界からの自由、これだけは 3,4 年生用です。一つの専門分野のプロになった後にそこから自由になるための後期教育というのがあります。順位を追って説明をしていきます。まず知識の限界から自由になっていただくために教育学部では主題科目、総合科目、基礎科目、展開科目というのを用意しています。一体どうしてこれが知識の限界から自由になるのかということを考えてみます。特に総合科目なんですが、見てください。思想芸術、国際地域、社会制度、人間環境、物質生命、数理、情報って書いてありますが、これが大学に入ってからの総合科目の切り方です。おそらくこれは高校で習っている、国語、数学、英語、理科、社会の切り方と少々異なっていると思います。つまり高校までの教育、もちろん基礎体力としては必要ですけれども、その枠を一旦払って、その知識の限界から、解放して自分を解放していただくために作られているものが、こういうものであるというふうに考えることができます。次、経験の限界から自由になる、これは18歳までの小学校、中学校、高校で学ぶ経験、いろいろあると思いますけれども、そこから自分を解放させる、自由になっていただくためにフライプログラムというのもありますし、それから夏休み、主に夏休みの期間を利用した体験活動プログラムというのがあります。マレーシアでのワークキャンプとか、米国のベンチャー企業でのインターンとか、軍縮不拡散、核の不拡散教育のグローバルフォーラムの参加とか、もちろん高校でやってる方もいらっしゃると思いますけど、それをもっと広げていただくためのいくつかのプログラムがあります。それから各種の国際研修があります。オーストラリア研修、イタリア研修、韓国、中国研修、他にもいくつかありますけれども、主には学生寮に泊まって現地の学生さんと交流をしていただくというのがあります。これが経験の限界からの自由になります。それから3つ目が思考の限界からの自由、これは初年次ゼミナールとそれから英語の研修があります。1つ目、初年次ゼミナールは1年生にアカデミックスキルを学んでいただくための授業です。論文を検索する、テーマに関するディスカッションをする、ピアレビューというのは同僚評価なんですが、同じ学年の友達からいろいろ批判をもらうと、最終的なレポートを執筆するための授業です。もちろん高校生、高校によってはこういう授業をすでに持っているところもあるかと思いますが、これを大学の先生と一緒にやるということです。一応これ全学生必修ですので、入ってきましたら3000人をですね、20人のクラスに分けます。文系は66から70クラス、理系が93から100クラス、入ってきたすぐの第一セメスターで行いますと。でクラスの編成は選択制になってまして、さまざまなテーマで、学生が選んで、多くな集まったところは抽選という形で行っています。続いて英語ですけれども、アレス・アレサというのがあります。これは何の略かというと、アクティブ・ラーニング・オブ・イングリッシュ・フォー・サイエンス・スチューデンツっていうのがアレスです。で、アレサはアクティブ・ラーニング・オブ・イングリッシュ・フォー・スチューデンツ・オブ・アーツですから、文系の学生さん用です。つまり1年生が
英語で、ライティングをする、簡単な論文を書いてみるということをします。ペアディスカッションとかペアレビューを行いながら、英文のレポートを書いて、プレゼンテーションして、それを評価するということをやります。これもかなり少人数で行われます。東京大学は、授業時間が1授業時間が90分から105分になったんですけれども、これを13週繰り返します。で、15人以下のクラスでやりますので、相当に英語の運用練習になるわけです。こういうことをやります。アレスの方、つまり理系の方はオリジナルな実験もやっていただきまして、論文を書くという練習をします。文系の方はあるテーマについての議論をして、学術論文を書いてみる、英語でですね、そういうことをやります。はい、4つ目です。今まで知識の限界からの解放、経験の限界からの解放、思考の限界からの解放と説明をしてきましたけど、領域の限界から自由になる、これが4つ目で、これは後期教養教育と言います。つまり 3,4 年生用の教養教育なんですね。専門教育を受けた後で意味を持つ教養教育です。どういうものかっていうと、例えば理学部に行った学生さんが理学部物理学科で物理を学ぶと、そうすると物理学が今の社会でどういう位置づけにあって、どういう意味があって、他の分野とどんなふうに協力できるかっていうことを考える、そういう教育になります。で、自分の学問あるいは研究成果がですね、社会の中にどんなふうに埋め込まれていくのかっていうことを、想像する力を育成しますので、ある種科学者の社会的責任とか、そういうようなことも入ってくるわけです。で、学部、後期の学部に進学してしまうと、自分のと同じ専門の人と毎日毎日顔を合わせるようになると、そういうことによって出てきてしまう壁を、取っ払って、他の分野の人と出会って、自分の分野を相対化する力を養う授業です。で、これは10学部の中で今192科目あります。毎年、数は変動しますけれども、約200ぐらいで動いています。はい、以上で、教育学部の1つ目の顔の説明が終わりなんですが、続いて2つ目の顔の説明をしておきます。教育学部 3,4 年生用の学科としては、学際科学科、こう上の方に書いてあるのですが、学際科学科というのですと、それからここ教養学科、そして右側に統合自然科学科、3種類あります。まず教養学科ですが、教育地域総合社会と分かれておりまして、これは本郷の学部とはやや異なる教会領域のコースを持ってます。例えば現代思想コースとかですね、文化人類学コースとか、表彰文化論コースとか、地域ですとイギリス研究、フランス研究とか、社会だと、国際関係論とか、国際日本研究とか、そういう一風変わったコースがたくさんあります。で、こちらの統合自然科学科は、自然科学の領域の中で、例えば生命科学と化学との間の境目の研究とか、物理と生物の間の生物物理とか、そういういくつかの学際領域があるんですが、そういうものに注目したものです。で、学際科学科は理系と文系の分離融合分野の、科学技術論であるとか、総合情報学とか、そういったようなことを扱います。一応各学部にはディプロマポリシーというのがあります。学位を授与、つまり、教養学部だと教養学士というのを、卒業するときに教養学士になるんですけれども、教養学士になるときに、どういう能力が身についていなくてはいけないか、
ここに学際性と国際性と先進性と書いてありますね。学際性と国際性と先進性を身につけて出ていっていただくと。21世紀の国際社会におけるリーダー的な人材、同時に真の教養人を育成しますと。それから分野横断的な視野が必要とされる現代社会の複雑な問題に対処する柔軟な思考力をつけてもらいますと。それから知を統合して新たな領域を開拓できる高い専門性と幅広い教養を身につけてもらいますと。実際に教養学部の後期課程、つまり 3,4 年生の学科とかコースはですね、新しい領域が多いです。まあここ、例えば社会学だったら、文学部社会学科だったらたかだか100年ぐらいの歴史、それから理学部物理学科でも217世紀ぐらいからですので、たかだか300年なんだけれども、哲学だったらば2000年近い歴史があるとか、学問領域によって歴史ってかなり違うんですね。で、例えば現代思想コースというのは100年あるかどうかとか、とにかくこの近年になって出てきて、既存の領域ではなかなか解決できない、そういうものを扱うときに、ここの教養学部の後期課程のいくつかの学科が役立ちます。それから国際社会の要請に対応しうる先鋭な問題意識と問題解決能力を育てるということをします。はい、あと3分ほどなんですが、教養学部の、今の説明は本当に概要なんですけれども、教養学部についてもっと知りたいという人のために本を紹介しておきます。一つは東京大学教養学部法精選集というものです。実は教養学部には創立の時から教養学部法というのがありまして、これはこの学部の先生たちが書いている新聞です。だいたい8面ぐらいの大きなものですが、1951年に創刊号が出まして、もう60年以上続いています。で、これが東大出版会から最近ですね、その全部ではありません、全部だと厚さにして A4 でやったとしても、厚さにして何十センチといきますので、一冊の本にするには無理である。で、現在の人が読んでも面白いものを選んで作ったのがこれです。安田講堂のちょうど裏側ですね、理学部の裏に東京大学の本屋さんがあります。政教の本屋さんがあります。そこにも積んでありますので、もしご興味のある方は学内新聞を覗いてみてください。それからもう一つが、先ほど東大憲章の中に出てきたリベラルアーツというものを実際の授業の中で探求してみたという本です。これもこの安田講堂の裏の理学部の裏の政教の本屋さんで売っています。大人になるためのリベラルアーツという本で、前教養学部長で今教育担当理事の石井先生と一緒に書いたものです。で、これは授業のやったもの、授業をやったものをテープ起こしして授業の様子を再現したものです。これも東京大学出版会から出ています。大人になるためのリベラルアーツ、ですから学生さんは20歳から21歳ですけれども、大人が読んでも面白いんですが、大人になり続けるためのリベラルアーツとして、何をやったかちょっとご紹介しておきますね。12回の授業を収録しています。例えば第1回はコピペは不正かと、小保方さんの問題があった後、東京大学の中でもコピペはどうして不正なのかとか、あるいは画像の貼り付けはなぜまずいのかということを議論しなければならなかった。で、そのコピペは本当に不正ですかと、皆さんがレポートを書くときに簡単にコピーペーストってするとコピペできちゃいますね、なんでそれがいけないんですかということを話し合いました。105分話し合ったものの収録です。
それからグローバル人材は本当に必要でしょうかと。福島原発事故は日本固有の問題か、それとも世界で共有できる教訓であろうか。第4回芸術作品に客観的価値はあるだろうか。第5回代理出産は許されるだろうか。第6回飢えた子どもを前に文学は役に立つか。第7回真理は一つか。第8回国民は全てを知る権利があるか。第9回学問は社会に対して責任を負わねばならないか。第10回絶対に人を殺してはならないかと。まあ、高校での枠だと理科とか社会とか英語とか分かれてるかもしれませんが、大学になるとそれがそういう枠では切れない、複合領域の問いとして、一般市民として生きていく上でこういう問いに直面しなきゃならなくなった時に、何ができるかっていうことを、それで授業で討論したものの再現になります。ご興味のある方は見てみてください。で、今の授業とそれから本ですが、大人になるためのリベラルアーツという形で日本経済新聞の今年の5月2日の朝刊の教育面にこういう形で出ています。つまり複数の立場を自由に、授業によってはロールプレイをしてみる、役割演技をしてみる、代理母の役をやってみる、依頼者の役をやってみるという形で、医者の役をやってみる、いろんな役割を演じ分けることによって自分の思考の制約を知るということをやってますので、そういうことを紹介しています。これは本ですのでご興味があれば見てみてください。はい、高校での勉強は皆さん今高校生として、あるいは浪人生の方もいるかもしれませんが、知的な基礎体力をつける時期です。で、十分知的な体力がついているかを見るのが入試になります。で、合格した後にはですね、体力をつけるための学習に必要だった前提とか制限を取り払って、より柔軟な知的な体力をつける必要があります。で、それが教育学部の前期課程でやっているものです。で、学際分野の研究をしているのが教育学部の後期課程になります。知的な基礎体力をつけてですね、より柔軟な知性を求めようとする学生さんが東京大学の教育学部に4月以降入学してくださることを祈っています。はい、これで講演を終わります。ご清聴どうもありがとうございました。